今日はですね、早いですよ。10時なってないです。9時40分、この時間帯で一人飲みするとは奇跡に近いです。ということで今日はですね、連休も明日で最後ですか。明日日曜日なんで大型連休、10連休長い人は10連休ですかね、終わります。ということで10連休はちょっともう外出したくなかったので、ほぼほぼ家にいました。ということで料理作ったり飲んだりラジバンだりまあということで今からですね、お酒の一品作りますけど、ちょっと皆様に募集しとった質問とか答えるのもほぼほぼ全部ちょっと終わってしまって、当ても作ったっていうので、今日はですね一品ちょっと当てを作るんですけれども、それに付随してですね、ちょっと作った後にまた紹介しようかな。ちょっとレシピ作った後にちょっと置いた方がいいらしいので、まずそれを作ってちょっと今日の本題を言おうかなと思います。今日はきゅうりを使った一品、これ右横のタオルで関係ないです。今日はリさんに教えていただきました。きゅうり切って焼き海苔、ごま油、塩少々、鶏ガラ入れてちょっと置いてから食べたらすごい美味しいですよ。めっちゃ気になります。ということでやってきます。最近ちょっと鶏ガラが多分ちゃんと映ってなかったっぽいので、ちょっと取り直し、はい。海苔はもちろん我が家大江海苔、海苔が映ってる。こんな感じでどうでしょう。今日はですね、テレコでというか洗ってきてってしますけど、今日はこう下、成宮はこのラベンダーのパンツと上 T シャツですけど、 T シャツの方が色濃いですね。ラベンダー色ちょっと可愛いなと思いながら、はい、では作ります。さあここで問題です。きゅうりを切ってどう切るかっていうところから入るんですけど、きゅうり切って焼き海苔、ごま油、塩少々、鶏ガラ入れてちょっと置いてからって、ちょっと置いたら焼き海苔とかってしなしなにならないでしょうかねって気になることがあるんですけど、まあちょっとレシピ通りに作ります。まずきゅうり1本くらいでいいでしょうかね。簡単ですね、今日もおつまみ。さあどう切るんやろ。普通に輪切りなんか縦切りなんかどうなんやろうな。輪切りええんかな、普通に分かんないですけど、そもそも皮剥ぐかどうかも分からへん。よう考えたら俺きゅうりいつも皮剥がずに食べとったな。別にええんか。まあ普通に輪切りに切ってみましょうか。分かんないんで、頭と尻尾を落として、はい、いやいや転がる転がるって。きゅうりが転がらなかったらもうちょっと早く切れるんやけど。おお、なんとかなりませんかね、本当。よし、で、多分ちょっと味をなじますので、ボウルでやった方がいいかな、うん、こりゃ転がるな。はい、きゅうり切って、よし、ごま油ちょっと入れます。角やごま油塩ちょっと入れます、まあ、塩あんまりちょっと塩辛かったらあかんので。おおお、すごい出てきたぞ。こんなもんちゃいます、これ少なすぎやった。ちょっとお酒飲むから塩気もちょっとあった方が。さあ塩ちょっと入れます。はい、塩ちょっと。はい、味の素さんの丸鶏ガラスープあっさりコクうま顆粒 55g。 よし、開け口、よし、ん、あ、ここにシールは、このこう綺麗に切れてなく、あ、こういうの気になりますよね。切れたシールは全て剥がさなあかんのか。これまた使ったりできないですね、これ。
すごい顔になってる、知らんかった。知ってました皆さん、これほら顔になってる入れるとこ、かわいい、すごいいいですね、こういうちょっとした遊び心。ちょっと入れます。ちょっとってこのんじゃん、鶏ガラスープ入れすぎたら辛いということ気づいたんで、この前。そしてちょっと混ぜましょうか。でこれでちょっと置いて、で海苔かけて混ぜて食べます。はい、ちょっと置いておきましょうか。さあ、そして本題です。ここに届いたものは何でしょう。なんとですね、編集担当者の方から冷蔵でプレゼント来ました。とこれ2つ一緒に来ました、ありがとうございます。ちょっと早速開けます。これ映ってます、ここ、この辺の下を、あ、電池がない。さてさて、ちょっと開けてみましょうかね。じゃーん、なんだこれは。あ、パック、おー、風呂入る、え、風呂入る、風呂入った、電話終わった、入りや、風呂入った、ああ、そう、入るけん、これ見てみる、いただき物、いや、もうこんなか、ああ、うつさでは見る、うつしよう、風呂入って寝るけね、はい、寝てください。朝、やっぱり同じように起きたら、はい、やったー、宅急便鮭って書いてます。まあ嬉しい、これ一つは宅急便鮭と開けましょう。なんかバタバタ音してるけど大丈夫、おばあちゃん、ホカップ、じゃんじゃじゃーん、おー、わ、すごい、一生で辛口紀泉寿日本酒、辛口紀泉寿奈良のお酒、うわ、紀泉寿って、それと菊司、うわ、字が読めない、室町時代に奈良聖歴寺、奈良なんとかさんにおいて創寿された酒造法で生米を使用することを特徴としています。この酒は聖歴寺の寺寮で収穫された米と聖歴寺の水を用い、聖歴寺乳酸菌、聖歴寺酵母の働きを生かした純米酒です。菊司、まあやったから嬉しい、うわすごい、ありがとうございます。濁りたてのまま瓶詰めしておりますので少々折りが残っています、ご了承ください。健康のため飲みすぎに注意しましょう。わかりました。うわすごい、これ、あ、奈良の生駒市って書いてる。生駒ってあれですね、夜景がめっちゃ綺麗なんで車でよく行ったドライブコース、ね、デートコースとかですよね、懐かしいな。生駒すごい綺麗でしたね。なんかこう、あの生駒って登っててたらなんかこう駐車場みたいなってこう鈴みたいな鳴らすところがあって恋人がよく行くみたいな、そんなとこ行ったりしてましたね。懐かしいな。生駒めっちゃ綺麗なんですよ。六甲山とかはちょっと上がりすぎててめっちゃ綺麗なんですけど、上がりすぎててあのもうちょっと下の景色が遠すぎる感じがして、なんかそれよりも僕はあの夜景って言えば大阪行ってた時に好きなのその生駒と、またマヤさんっていうの人がいなくて綺麗だったんです。すごいマヤさんやったと思います確か。それと高速バイパスの高速で南の方に行っとった時のどこやったら工業地帯とかがすごい綺麗なんですよね。うわ懐かしい。というかめっちゃ嬉しい、これ日本酒いただきます。どっちかいただきましょう。いやすごいこれちょっと。そしてこれ多分冷蔵庫エリアな感じ。そしてこれも開けてみます。冷蔵やったらあかんからな、一応開けてチェックしとかなら、ん、どっちが上、天地無用とかなんか書いてないのわからない、どっちが上でどっちが下、ん、これなんて書いてるのかな、倍何って書いてるのかな、これはどういう箱なの、あ、こう、こうか、ジニエ
シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。あ、ジニエって書いてあるか。ジニエブラの名前の由来は英語のジーニーから来ています。願い事を叶えてくれる精霊の意味があり、ここ日本でも多くの女性のブラに対する悩みを解決したいという思いからジニエと名付けました。あなたがジニエで下着の悩みが解放されて快適な毎日が過ごせますよね。ジニエスター。これ。これ受けた。ちょっとこれネタに。めっちゃネタやん。これジニエって書いて何かなって思ったら面白すぎやわ、うん、ちょっとこれ写真を日本酒まさかの開けたらこのジニエブラってこれ面白すぎ。さすが編集者さん、このちょっと開けて笑えるように考えてくれてたんかな。めっちゃ面白いし、これに入ってましたよと、ちょっと面白すぎる。さあ、ということで出していきます。あっ、おー、金つば、金つばと吉野桜味噌焼きネギ小きゅうり、漬物か。金つば、うわー、これめっちゃ嬉しい。ばあちゃんとじいちゃんとお茶に、ありがとうございます。これちょっと大切にお茶とご飯の時、食事でいただきます。いや嬉しい。ちょっと写真を撮ります。いただき物ありがたいですね。これはお茶会でじいちゃんばあちゃんとということでしょうか。まあありがとうございます。うわすごい。これは面白すぎたのでもう一回綺麗に留めてからじいちゃんばあちゃんにあげてもらおうかな。ではこれ仕上げをやりましょうかね。はいはい、これもう十分に置けたと思います。焼き海苔を入れるので、まあ我が家はもちろん焼き海苔は大江海苔入れます。さあその前にちょっとあの、はい、お酒の前に風呂上がりやからいっぱい飲んどこう。アルコールでいきなり入れすぎないように。美味しいですね。さあ海苔をそのまま入れるのかちぎるのかわかんないですけど、まあそのまま入れてもこれ混ぜてたらね、多分混ざるでしょう。バラバラになるでしょう、ちぎらんでも。でそのまま入れましょうか。で入れて混ぜとったらいいんじゃないでしょうかね。5枚ぐらい入れます。これで混ぜてたらちぎれますよね。はい、でこれで全然映ってなかった。これで海苔入れて混ぜてたらちぎれると思ったんやけど、ちぎれそうにないからやっぱりちぎるか。こういう感じで、はい、じゃあ混ぜていきましょう。今日はちょっと豪華に映ってなかったな、多分さっきの。よし、取り直ししよう。はい、でリーさんに教えていただいたキュウリを使った簡単レシピです。この素敵なお酒があるのでこれをいただきながら並べていきます。ちょっとどちらも味わいを見たい気もするんですけど、一つ、まあでもやっぱり両方味見るべきかな。やっぱり冷蔵庫入れておくとしても気になるもんね、やっぱり。まあでもせっかくなんでね、両方ちょっと味を見ましょうか。あ、こっち用冷蔵って書いてる、原酒って書いてるから、こっちは用冷蔵じゃなくてもいいのか。やったらこれちょっと飲んで冷蔵庫に入れとこう。こっちはすげえ菊つかさ原酒でございます。ほいほい、開けますよ。清酒っていう香りがすごいするな。こっちが菊深さで、こっちが辛口紀泉樹。このワインを注ぐように、よいしょ、紀泉樹と菊深さ、いただきます。
はい、じゃあこの菊司と紀泉寿飲んでいきましょう。まず菊司、香りや、うん、清酒 独特の香りはするけど、そんな香りが強すぎるということはないな。ちょっと一口飲んでみます。ああ、米から作られたお酒っていうその旨味がすごい伝わる。舌触りと飲み心地というか、すごいまろやかな感じ。うん、すごい米からできたっていう味わいがすごい味わい深いですね。かつきつくなくて、まあなんていうんかな、あっさり飲めるとかさっぱりしたっていう感じじゃないけど、その本当に奥深いというか深みを感じる感、その米のうまさ、深みを感じる味わいで、このお酒すごい玄人好みなお酒ですね。多分僕そんな日本酒語れるほど偉そうじゃないですけど。なるほど。そしてちょっとこのリーさんに教えていただいたキュウリを使った一品どうでしょう。さあ、すごく美味しいですよということですけど、これ海苔入れておいたらこうちょっと海苔がべちゃるけどどうかな、気になるけどどうでしょう。食べます。これはうまい。確かにこのキュウリの味わいが本当にしていなくて、このごま油と海苔のうまみだけで食べれるような感じ。塩気がちょっと効いてるのうまい。あ、そうか、ガラスープも入ってたな。キュウリっていう感じは全然しないけど、そのいろんな調味料が加わってしっかりとした味を引き出してるのがうまい。キュウリがいいというよりもその味付けがいい。あ、これはうまいわ。そうそうそう、ごま油と鶏ガラスープがすごい合うんや。うまい、確かにうまい、すげえ。そしてこの辛口紀泉寿をいただきましょうかね。あ、さて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 、辛口紀泉寿、おー、すごい辛口って、もう高知のすごい、ほんと辛口っていう感じのお酒の、すごい辛さを強調した感じはないですけど、うん、程よい辛さ、美味しいですね。この口触り、味わいが、まあ超辛口とか自分飲むことが多いんで、ほのかに辛いっていう感じで、ちょっと味わい深いお酒ですね。いいです。またおつまみが合います。ありがとうございます。いや、すごい美味しいですね、これは、これは。ちょっとこれ入れてこう。ばあちゃん手切ったらあかんからな。なかなかこれすごいな、旨味が。そしてこれが、なんとも、これ美味しい。うん、ではちょっとゆっくりとあてをつまみながらこれを飲んでいきます。すごい素敵なプレゼント、ありがとうございます。ちょっと日本酒なんで一気してっていう感じでもないので、これちょっとゆっくり上でテレビでも見ながらいただきます。そして今まだ10時半になりましたね。はい、ということでリーさんに教えていただいたキュウリを使った一品、これ本当おすすめです。美味しいですね。こちらのお酒も興味がある方はぜひぜひちょっと飲んでみてまた教えてください。当ての一品とお酒とまたちょっと頼んでみたよとか、どうやったよみたいなコメントとかで教えてくれたら嬉しいです。ということで引き続き我が家秘伝のレシピ、簡単にできるお酒のおつまみ等々募集しております。でまたチームまたの流行りで挑戦してほしいことなど、またまたちょっといろいろ教えていただいたら嬉しいです。またちょっと一緒にですね、そういうのもまあ順次作りながら皆さんとも関われていけたらと思いますので、またいろいろよろしくお願いします。ありがとうございました。いや、美味しかった。マジうまいぞ。酒よし、あてよし、じいちゃん寝とる。はい、では失礼します。アディオス、カショス、バルス。